宮城町は埼玉県の東部に位置し、南埼玉郡に属する町。人口は約3万4000人。旧武蔵国埼玉郡。宮城町は埼玉県の東部中央に位置し、南北に縦長の町域を有する。東部伊勢崎線が町西部を沿って走り、日光線が町内の東部動物公園駅を起点として、栃木、日光方面へと走る。 小中央部には、東武動物公園や日本工業大学がある。姫宮神社2019年6月1日現在、推計人口34,118人。現在東武動物公園駅西口において、駅前再開発を行っていて、それに伴い周辺の宅地造成も再開し人口は下げ止まりつつある。20歳前後で人口が突出して多くなっているが、 これは町内にある日本工業大学の学生が多く居住するためである。同町では以下の広域行政を行っている。ケーブルテレビ46.9歳2012年1月1日現在新、おさむか市外局番は町内全域が0480。同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は杉戸別館局のみ。 郵便番号は、町内全域が345から 08XX である。伊勢崎線と日光線が分岐する東武動物公園駅は、終日にわたって始発列車が設定されており、特急、両毛が停車する主要駅である。町内で最も上降人員が多い駅も東武動物公園駅であり、町役場は同駅の西口に位置する。 東武動物公園が開園する前は、百軒村の対岸にあった日光街道の杉戸宿にちなみ、杉戸駅として開業していた。伊勢崎線は、東武動物公園駅からカスカベ方で、東武スカイツリーラインの愛称区間となっている。路線バスのうち、朝日バスの2路線は、東武動物公園駅東口から、大内、琴音川を渡るため、町内のバス停は、 東武動物公園駅東口の一箇所のみである。また、茨城急行自動車の路線は、東武動物公園へのシャトルバスとして運行されている。そのため、町内のバス路線はもっぱら、宮代町町内循環バスが担っている。また、久喜市内循環バスが、町内北西部を経由しており、こちらは、久喜駅東口を発着する。深夜急行バスは、上野駅から発車する。 東武バスのミッドナイトアローンが設定されているが、町内からの乗車はできず、校舎のみ取り扱う。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。東武動物公園正面ゲート、高田真理子、片桐人氏の2名は2010年、宮城町外交官、第1号に就任した。 外交官活動の一環として、平成22年度と23年度の期間限定で、高田真理子の直筆サイン入りアルバムを、宮城町へのふるさと納税の記念品としていた。2011年には、宮城町在住の小説家の戸場良が、新たに、宮城町外交官に就任した。ありがとうございます。